今から1時間後、あなたたちは全員死にます。シャレになってないよ。驚いた。ただし生き残る方法があります。それは生贄の穴に一人が飛び込んで身を捧げることで3年生全員が助かるのです。やだ。お前らだっていざとなったらこいつだって思ってなかったかよ。誰かを殺して自分が生きるなんてやめろ。バス中で殺人投票やるってことだよ。なんで投票なんかしたんだろ。赤線越えちゃダメ。センサーやっぱり地面より上だけ感知してる。みんなここから出られるんだ。死にたくないんだ。マジで気持ち悪いんだよ。もうこんなことやめてください。自分が生贄になるか、誰かを生贄にしろ。この唇が手のひらが眼差しが何もできない。どんどん友達が死んでいくのを見てるだけ。結局勝者と敗者しかいない。飛び込め。俺は殺人犯で。違う。私たち、これからどうなるんだろう。やめろ。行くな。このゲームを終わらせる方法を見つけてください。